プファルツツバイブリュッケン公の紋章1700年頃の、プファルツツバイブリュッケン広告18世紀末頃の、プファルツツバイブリュッケン広告ツバイブリュッケンの地図、ティレマンシュテラ制作、1564年、ツバイブリュッケンの風景、テオドルフェルハースがプファルツツバイブリュッケン広告は、神聖ローマ帝国の帝国直属身分の両方。首都はツバイブリュッケン。 プファルツツバイブリュッケン公領、ツバイブリュッケン宮中伯領と呼ばれることもある。15世紀中央に成立し、1801年に消滅するまで、ビッテルスバッハ家のプファルツ先帝後継の氏族によって統治された。14世紀末に統治者家門の絶えたツバイブリュッケン伯領と、 領域的に重複する形で存在していたが、ツバイブリュッケンの公爵たちと以前のツバイブリュッケン、白歌との間には、血統上の結びつきや、称号の継承関係はなかった。広告の形成は1444年に構想され、1453年、ないし1459年に実現した。1444年。 プファルツ・ジンメルン後世子フリードリヒ一世とその弟のルートビヒ一世は母方の祖父であるフェルデンツクフリードリヒ三世から医療を相続した。フリードリヒ一世が祖父の遺産のうちシュポンハイムク領を受け継いでシュポンハイムクの称号を名乗り弟のルートビヒ一世は相続分としてフェルデンツク領を与えられてフェルデンツクを名乗った。 シュポンハイム伯領とフェルデンツ伯領は、1453年、ないし1459年まで、それぞれ兄弟の父親であるシュテファンの治める、プファルツジンメルンツバイブリュッケン広告の北半分、南半分を構成した。二人の息子やその子孫たちが、将来的に、ライン級中白やバイエルン公を継ぐことを期待していた、シュテファンは、所領を、 プファルツ・ジンメルンとプファルツ・ツバイブリュッケンに分割した。1543年から1694年までは、分家のプファルツ・フェルデンツ公爵家が存在し、ボージュ・サン・ミク北部のリュッツェンシュタインに本拠を置いていた。フェルデンツ公爵家の断絶後、その領地は、ツバイブリュッケン公国に改修された。また、ツバイブリュッケン公爵家は16世紀に、 スウェーデン王家であるバーサ家と緊密な隕石関係を築き、1681年から1718年までは、スウェーデンと人的同訓連合関係にあった。当初は、マイゼンハイムが公爵の本拠だったが、1477年に、ツバイブリュッケンが広告の首都と定められてからは、同志が1793年まで首都の地位を保った。 公爵の居城は最初はバウテン城だったが、1725年にはツバイブリュッケン宮殿に移り、最終的には1788年にホンブルク郊外のカールスベルク宮殿に変わった。カールスベルク宮殿は、カール・アウグスト・クリスティアンがバイエルン選定校の推定相続人となった、自身の地位に見合う居城を所有することを要求して建設させたものであった。 ツバイブリュッケン公尺家の墓所は、最初は、マイセンハイムの旧地教会、後にツバイブリュッケンのアレクサンダー教会とされた。プファルツツバイブリュッケン公が大官を置いていたのは、1444年の成立時には、フェルデンツ白領に属する、アルムスハイム、ランツベルク城、ラウテレッケン、リヒテンベルク城、マイゼンハイム及びフェルデンツであった。 1453年、ないし1459年には、プファルツジンメルンツバイブリュッケンに属するファルケンブルク、グッテンベルク城、ハースロッホ、キルケル、ランプスハイム、オッゲルスハイム、バッヒエンハイム、ベーゲルンブルクを呼び、ツバイブリュッケンにも、大官を置いた。公爵が強い法的制限を敷いていたため、広告の領域には、 領民の訴えを聞く期間は一つも存在しなかった。1571年4月21日、ヨハニー一世は、広告の都市部に居住する住民の濃度身分を廃止した。濃度身分に対する締め付けの緩和は、つばいぶりを原では1352年と1483年の布告によって徐々に進められていた。濃度制廃止に伴い、 広告の若い青年男子には、広告の軍隊での6年間の兵役を課せられた。広告の行政区分は、最終的には、ツバイブリュッケン、ホンブルク、リヒテンベルク、マイセンハイム、トラーバッハ、カステルラウン、ベルクツァーベルン及びグッテンベルクの8つに設定され、またそれと同時に、公爵の直轄量も5つの地域に分けられていた。広告の行政の最高機関は、 キャビネツクレギアムであり、これは、公爵も隣席する評議会だった。公爵家の財務局は、財政と山、森林を管理する権限を持っていた。司法と行政に、協会はなく、裁判権は法規に基づいて、管理や村役人が行使した。広告における司法の最高機関は、ツバイブリュッケンの高等裁判所だったが、この高等裁判所は、 現在のプファルツツバイブリュッケン上級地方裁判所の前身と言える存在であった。1774年からは帝国裁判所への単眼ができなくなったため、この高等裁判所が上訴できる最後の場だった。広告において基本的な裁判の土台となったのは、1605年と1657年に作られた裁判規則で、1724年には、 刑務所規則が、その後は、婚姻規則や、相続規則が作られた。しかし、帝国裁判所規則には存在する土地に関する規則は作られなかった。アルザス地方に存在する領土の一部は、1680年により、フランスが総主権を主張する地域となり、コルマールの、コンセイユ・スービロン・ディ・アルザスが、最終的な上訴先となった。 公国は1801年に消滅し、最初はフランスに併合された。ウィーン会議の後、公国の旧領域は再びビッテルスバッハ家の領土となり、他のプファルツ地方の諸地域と一緒に、バイエルン王国領のライン軍に編入された。1533年、幼い公爵ボルフガングの叔父で摂政のループレヒトの治世に、 宮廷説教師で後に広告の両方協会監督者となるヨハン・シュベーベルによって広告にも宗教改革がもたらされた。シュベーベルはストラスブールの宗教改革者マルティン・ブーツァーの特進学を広めた。シュベーベルが1540年に亡くなり、1544年にボルフガング校が申請を開始する頃には、 ツバイブリュッケンではルター派協会の影響が強まっていた。1557年には大法官で宗教改革者の一人、ウルリヒジ・ッチンガーが広告のルター派協会規則を作成した。ボルフガングの死後、息子のヨハン一世は1588年に改革派協会に倶えし、ツバイブリュッケン広告は1648年の ベストファーレン条約で心境に関して最終的な承認を受けた。1680年から1697年にかけてフランス王類14世が推進した独仏国境地域での再統一政策の圧力を受け、ツバイブリュッケンは領内のカトリック信徒に対する寛容な処遇を復活させた。 さらに1697年のレースウェイク条約以後、スウェーデンの管理下に入ったツバイブリュッケンでは、スウェーデンの国境であるルター派の信徒に対する、寛容な処遇も実施されることになった。ありがとうございます。